どうも、アイチーです、今回はね、受験が終わった後の話をしていきます。なので、今真っ只中の方にしてみたらさ、ちょっと早くねって思うかもしれないんですけど、まあでもね、その真っ只中の方にも実は見てほしいって思いがあって話してるんです。そういう意図があって一応話してるんですけど、ただ時間もったいないからね、もったいないって感じる方もいると思うので、その方は終わってから見てください。で、今回のこの動画は、自分からこういうこと、受験が終わったら絶対これしとけよっていうことも伝えていくし、よかったらこれお願いしますってお願いも入ってるっていう、ちょっとねわちゃわちゃした動画になりますけど、よかったらね最後までお付き合いください。それではまず自分からみんなにお願いしたいことをね、先に喋らせてください。というかね、教えてほしいことが2つあります。2つです。で、まず1つ目が、受験がね終わったじゃないですか。で、ここまでこういろいろ勉強したりとか、まあ、気持ち的にもさ、浮き沈みがあったりとか、いろんなことがあったと思うんですね。で、その体験談、リアルな体験談を未来の受験生、例えば2年生とか1年生のために教えてほしいんです。それがこういうことして良かったよっていう成功体験もあれば、もっとこれしとけばよかったっていう失敗体験もあると思うんですね。そういったのを込み込みで、どれを書いてもらっても構わないです。みんなから未来の受験生のアドバイスとしてそれをぜひ書いてほしい。実はこれ昔もやったことがあって、あのメールアドレスね、自分公開してるので、そこに書いてくださいってやったんですよ。それね、ありがたいことにめちゃくちゃもらってですね、あの仕事のメールも同じメールでやってるから、仕事のメールが埋もれて、あのリアルに仕事の人、あの気づかなくてメールに迷惑をかけるってことが起きちゃったので、今回は Google フォームを使わせてもらいます。で、 Google フォームのリンクは動画の概要欄にありますので、そこにねアクセスしてもらって、その回答項目あるから、そこに記入してもらったら自分が読めますので、よかったらまず1つ目の質問ね、そちらのご協力よろしくお願いいたします。そして2つ目、これも以前ねやったことがあるんですけど、もし皆さんが今受験を終えて、まあ一息ついたわけじゃないですか、終わったって、その時にもし誰か、どなたかに感謝の思いを伝えたい方、それがご家族なのか、学校の先生、塾の先生なのか、それとも恋人か友達か、いろいろパターンがあると思います。で、もしそれをもうリアルにね伝えてる方はそれでも構わないんですけど、もし自分のところにもこう文字として、まあ、手紙みたいな、メッセージみたいな感じで教えていただける方がいらっしゃったら、ぜひ書いてほしいんです。実はですね、今回この動画で受験が終わったらこれを絶対やってねっていうのは2つ伝えるつもりでいました。そのうちの1つがそれです。身近な人、感謝を伝えたいな、伝えようかなって思った人には絶対伝えてください。で、人の感情って感謝だけじゃないんですけど、やっぱり思った瞬間が一番熱量があります。熱があるんです。で、人の感情ってやっぱりどん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 日が経つとその熱がなくなっちゃうんですよね。思わなくなったわけじゃないんですよ。感謝の気持ちがなくなったわけじゃないんですけど、やっぱり一番伝えやすいのって思った瞬間だし、熱があるから相手に伝わりやすいんです。だからぜひやってください。ただですね、これ感謝の気持ちを伝えるじゃないですか。で、感謝の気持ちを伝える場面って、まあ、大体イメージした時に、まあ、なんだろう、ほんわかするいいシーンになりそうじゃないですか。でもそうならないこともあるんです。これね、自分が塾講師の時に、これは自分の生徒にも言ってたの、感謝を絶対伝えなって。でも親御さん、まあ、親御さんの中にはちょっとこう子供に対してものすごい冷たい対応をする方もいらっしゃるんです、実際。で、その子も多分自分が感謝を、まあ、感謝の気持ちを持ってたから伝えても多分突っぱねられるというか、何うっさいな、なんか買ってほしいの、裏があるんでしょみたいな言われると思うって言ってたのね。で、それでも俺は言わせました、その子に。そう、でも実際その子が言ったように、すごい塩対応というか冷たい対応されました、その親御さんには。でもその子に言ってたの、そうなるかも、それ俺も親御さん知ってたからそうなる可能性があるって思ってたけど、でも言った方がいいって。なぜなら、言ったお前は絶対その言ったことによって成長するって。もしかしたらその対応されて、ああってショックってなるかもしれないけど、やっぱり自分が言えたこと、思ったことを言えた、相手がどういう反応するかわからないけども、自分が思った感情を素直に伝えられたことは、もうお前はかっこよすぎる、素敵すぎるって、本気で思ってるもん、それに関しては。だからこれ今動画でやってるからさ、みんなの自身がね、同じようなことを思った方が全員が全員強制はできない。正直俺が思ってる以上にそれを言うことによってギクシャクすることもあるかもしれないから、まあみんな判断に任せるんだけども、でもね、それをもし言えたあなたは、俺は心からかっこいいと思うし、で、あの時ね、ああいう風に返されたけど、でも俺は言えたから、で、それができた瞬間に正直言うわ、その親御さんよりみんなのが大人だよ、もう。
もう精神年齢上だから。だからそういった意味で一歩自分が踏み出すためにやっぱ感謝の思い、自分が思った素直な思いって伝える必要があると思うんだよね。なので、まあ、ちょっとねこう強制してる感じになってはなってしまうんだけども、もしよかったらぜひね伝えてみてください。で、言葉にするのがちょっとしんどいってね、伝えるのはしんどいって思うんだったらぜひ今回のフォームの方に記入してもらえたらと思います。で、もう一つやってほしいこと、今回これがメインです。これはもう全員やってください。もう強制です。この動画見ちゃったからもうやるしかない、やってね。で、それがね、例えば大学入学前だったり高校入学前とか、まあ、違うね専門学校の方とかもいると思うんだけど、まだ入学してさ、学校いざその、ね、新しい生活がスタートするまで時間があるじゃないですか。まあ2ヶ月3ヶ月あるわけですよ。で、もちろんこれを動画がね、実際受験が終わったのが3月の方もいるからもしれないから、その方は2週間ぐらいになるかもしれない。でもそれでもできる、できるから。で、何やってほしいかっていうと、新しい生活、新しいね大学生高校生とか新しい生活が始まって、その新しい生活で何をやりたいか、それを具体的に考えてください。今しかないよ。今考えなかったら絶対に始まってからだと時間に忙殺されたりとか、やることねいっぱい出てきちゃうから、うわーって考えた方がいいのは分かってんだ、みんな、ね、そこで充実した生活を送るために絶対考えた方がいいって分かってんだけど、始まっちゃうとできなくなるから。で、気づいたら5月6月7月ってなっちゃって、やばい、3ヶ月経っちゃった、何もできてない、あたふたってなっちゃうんだって。新しい生活がより充実したものに、より有意義なものにするためには、ここで何をやりたいかって、もう自分と向き合えるチャンスだから、プレッシャーね、受験っていうプレッシャーから解放された、今解放されて気が楽になってるからこそ自分と向き合ってください。これをやるやらないで、新しい新生活がどういうふうに自分と自分の人生の中でどういうふうに自分の人生に有意義になっていくかっていう度合いが変わっていくので、ぜひやってもらえたらと思います。ここまでね暑苦しく話してきたのは実は理由があって、自分が大学の時にめちゃくちゃそれを感じたの。俺は大学に入ってから向き合ったのね、2年生の時かな、多分そのぐらいに。で、このままじゃ良くないと思って、この、まあ、東京学芸大学ってとこに行ってた。すごくいい学校だよ、いい学校だったけど、この中にいるだけじゃ自分はダメだと思ったのね。もっと視野を広げなきゃ。で、そっからいろんなことを探して、なんか NPO 参加したりとか、なんか起業されてるコンサルタントの方にちょっと連れてってね、会議とかに連れてってもらったりとか、そっからアクションを起こしたのね。で、もしそれを高校大学入る前かの段階である程度やってたら、しかも、まあ、俺らの時よりさ、今情報がみんなゲットしやすいじゃん、インターネットがあるからさ、ね、SNS もあるわけだし、そこで、あ、大学入ったら今コロナ禍だからさ、できなくなったこともたくさんあるでしょ。でもできることはいっぱい残ってるんだ。だから大学入ってからこういうことやってこう、自分を高めるために、もちろん楽しいバイトがとかいう楽しいこともあるかもしれないね、イメージすることは。でも自分を高めるために、自分がスキルアップするために、こういうことをしていきたいなって、何があるんだろうって今ぜひ調べてください。絶対にやった方がいいって心から思うの、実体験としてね。だからちょっとね、なんかもしかしたら今回の動画ね、口うるさく聞こえた方もいるかもしれないんだけど、ぜひ自分、みんなが入ってからこうやっといてよかったって思ってくれる方は多くなると思ってる、この期間でこう何か向き合うことっていうのはね。だからまあ強制はねしないけれども、ぜひよかったら参考にしてみてください。ということでね、ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまたね、バイバイ。